なぜ役所に行くと切れてる人が一人ぐらいいるわけ？どうして？新宿区なだけあって人が多いじゃない？だから案内役の人とかこう役割がちゃんとできててさ、すべてのことがすごくスムーズなわけですよ。もうアトラクションからぐらいのスムーズさだったわけよ。もうディズニーもびっくり。したら、そんだけ丁寧な人たちの集まりの中で、なんか知らねえけど、上下絨毯みたいな服着たじじいがね、多分ね、呼ばれてたんだと思うの。呼ばれてたけど、お前がいなかったか聞いてなかったかもどっちかなんだけど、ずーっと文句言ってんの。ずーっと。呼ばれてない！ご主人だろ！おかしいな、おかしいのはお前の情緒でございますどうしたのあの人は。で、なんかその顔写真付きの身分証明書がその絨毯のおじさんは必要だったらしいんだけど、なかったっぽいのよ。てか何かの書類が必要な時って、運転免許証とか保険証とかわかんないけど、なんか必要じゃん。大体が何かが必要でしょう。なんでなんとかならないかね。なんともならねえだろうよそれに待たされてる私の気持ち、お前の次私なんです。ずっと待ってんの。お前が今そこ右に5歩ぐらいずれてくれて、出口の方にいてくれたら、私は特にどこにもポッと行きますけど、息するの忘れるほどイライラしまして。で、なんか挙句の果てにね、その絨毯ジジイが2歩ぐらい右にちょっと動いて、あ、終わったかなと思ってスッて行ったら、ジジイがなんかスッて、これでもかみたいなポージングで、パスポートならいけるんじゃないって言うから、お姉さんがね、パスポートなら大丈夫です、期限切れてるけどいい、ダメですダメだろうが、当たり前だろうが、隅から隅まで頭がおかしいな、お前は。これでもかぐらいのポージングだったよ。だって二歩立ちだったの、最初2歩ぐらいずれたのよ。いけるかなと思ったら、すごいこうこういう、もうこうよ、ミュージカルなのかと思って、心配ないさみたいな、心配しかねえわ。期限切れてるパスポートでそんだけのドラゴンよくできたもんな信じらんな。あんだけ丁寧にやってくれる、しかもニコ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 してんのよ。私だったら目つぶししてよ。期限切れのパスの数あたりの目つぶしよ、あんた。このコロナの時期に粘膜直撃粘膜攻撃